6月11日、明日来ました。よかったです。いや、怖え。霊障が怖くなってきてます。今日は特にお昼パートは何もすることないんで、適当に過ごしましょう。ねえ、ナオ。今の君の状態に疑問を持ったことはない？なんだ？別に、ないよ。悪いけど忙しいから後にしてよ。何の話？ねえ、ナオ。今の君の状態に疑問を持ったことはない？別にないよ。なんだ？また日直やってんのか、こいつ。まさかまた日直やってんのかな？さっきの体育の着替えの時間、委員長の砂川見た？見たくなかったけどね、見えちゃったよ。なんだ？手入れしろよって感じ。え？どういうこと？何手入れしろ？その体育の着替えの間だけで手入れを必要とされることある？あー、脇か。ドボーボーだったのかな？そういう下世話で下品な話ついしちゃうっていうのも何かの病気？煽らなければいけない病気にかかってるのはお前だよ。あんたに言われたくないね、俺もそう思う。というわけで放課後でございます。本日サンゴで参りましょう。へい、おばさんたち、こんにちは。そこのパチンコ屋さんの店長さん知ってますか？そりゃ知ってるわよ。この辺りじゃ有名よね。ほんと呆れちゃうほどケチなんだから。前の新装開店の時に5万円突っ込んだのに、うんともすんとも言いやしない。客を何だと思ってんのかしら。そうやって儲けたお金はみんな競馬に、服に、車に。そうそう、それで女には一銭も使わないって口よね。あのママさんもね、自殺するくらいならちょん切ってやればよかったのに。あら、今日はやけに強気ね。えげつない話してる。あなた前に色目使われて結構いい気になってたじゃない。狭いな、コミュニティが。変なこと言わないでよ。冗談じゃないわ、あんな男。まあでも今はこの店もこの調子だし、いい気味よね。でも中にいたんでしょ、店長。あの性格だからまた何か企んでるんじゃないの。ろくでもない店長なんだな。まったくずうずうしい男。ちっとも会話に割り込めない。なんかおトイレ軍団の20年後って感じだよ。いや、まあまあ、それはとりあえず置いといて、一旦ここを離れてからもう一回ここに戻ってきます。ああ、そう、大変だね。なんだ、こっち？こっちは絶好調だよ。じゃんじゃん、バリバリ。なんだこの人、何屋さん。ここ、そこのパチンコ屋さんの店長ってご存知？ご存知も何も、俺元競馬友達じゃん。あんたも知り合い？見えます。そう、まあね、中学生だよこっちは。けど最近店長さんが自殺したって話聞いてさ。おいおい、勝手に殺すなよ。あの人はね、自殺って玉じゃねえよ。まあそうだね、呪い殺される玉だよな。そりゃあ、まあ、そのあの件以来ちょっと変わったけどね。あの件以来変わった？それはとんがった金髪の人から見ても、俺の髪型は関係ねえよ。あ、この人金髪なのか。つうか、こんな話ガキに聞かせるもんじゃねえよ。あ、ケチ。まあ、とにかく今度店長に会ったらさ、お馬ちゃん見に行こうって誘っといてよ。ああ、はいはい、これでいいのかな。終わり。店長に会ったらさ、お馬ちゃん見に行こうって誘っといてよ。なるほどね。で、更新されてる？更新されてるね。トゥ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 ントゥトゥトゥン。金髪兄さんからの情報はと。あの件ってどの件だよ。なんだかかなり知ってそうな雰囲気だったけど、あれ以上は聞き出しそうにないかな。ああ、まあそうだね。じゃあ今日はもうできることがないので帰りますか。読み込み入りました。サンゴ砂嵐より最初からついてますね。悪化してます、これ。レベル上がった？ああ、起きた。なんぞ。あれ、なんでついてんだろう。今、砂嵐って見なくなったよね。テレビを見る。いや、寝るでしょ、そんなの。間違えた。え？
わあ、わあ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 。寝よ。次、今みたいなことあったら、サンゴワンチャンテレビ壊すでしょ。6月12日、今日もお昼は何もないので、放課後まで行きましょうか。はい、放課後。あかねパチンカの噂は特に更新されてないので、そのまま旅に出るか。本日は、サンゴちゃんで行きましょう。おっと、おばさま方、こんにちは。こんにちは。お話聞かせていただいていいですか？そこのパチンコ屋さんの店長さん知ってますか？そりゃ知ってるわよ。この辺りじゃ有名よね。あ、この話聞いたよね。一緒だよな。開けれちゃうほどケチなんだから。前の新装開店の時なんて5万円突っ込んだのに。うんともすんとも言いやしない。まあ聞くだけ聞くか。客を何だと思ってんのかしら。そうやって儲けたお金は全部競馬に服に車に。そうそう、それで女には一銭も使わないって口よね。あのママさんもね、自殺するくらいならちょん切ってやればよかったの。あら、今日はやけに強気ね。あなた前に色目使われたって結構いい気になってたじゃない。変なこと言わないでよ。冗談じゃないわ、あんな男。まあでも今店もこの調子だし、いい気味よね。でも中にいたんでしょ、店長。あの性格だからまた何か企んでるんじゃないの。先行投資かどうとか言ってたよな。まったくズーズーしい男。ちっとも会話に割り込めない。なんかおトイレ軍団の20年後って感じだよ。で、大変勉強になりました。え、これ女はあなた大変なんだから。ああ、そんだっけか。大変勉強になりました。じゃあ移動移動。はい、交番失礼します。こんにちは。前お世話になりました。すいません、事件ですよ。どうした？その前にいいですか？何？駅の北口のパチンコ屋の自殺事件って本当の話？首突っ込むね。ねえ、本当なんでしょ？ちょっとさ、他より詳しく聞かせてくれない？事件ってなんだ？パチンコ屋の幽霊よ。何？だからお化けが出るの。怖くて死にそうだから何とかしてって言ってるの。はあ？ねえ、どっかのママさん死んだの？こいつ死に滅裂だな。あのね、ママさんってね、まったく近頃の子供はどっからそんな言葉を。ママさんぐらいわかるでしょ。ああ、今呆れた。市民を守るのが警察の義務でしょ。嫌なガキだな。悪いけど教えられないね。健全な青少年育成も警察の義務だよ。そう言われたら返せねえな。ねえ、おまわりさん。だーめ。あんまり変なことに首突っ込まないの。チェ、無邪気な好奇心なのに。これで終わりかな。はい、またパチ屋にやってきました。開けてみる。今日もいるかな、あの人。で、奥へ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 行って、あ、結局ここは一人なんだ。あ、いるね。音が聞こえるね。同じ台じゃん。おっさん。おっさん、こんちゃ。今日は徹夜だな。これ本当におっさん？人間？すいません。なんだ、こないだのガキか。店は遊び場にするなよ。店だってお客いないし、第一回転してないじゃん。これからするんだよ。これドックンドックンは何だろうな。見てろよ、超満員にしてやる。そんだけ？そういえばこないだの話、天井からぶらりとか言う。そろそろ時間だ。なんの？なんの？あの女が来るんだ。え？ねえ、それってぶらりの？そーら、おいでなすった。なんだかんだ言って結局金をせびっていくんだ。え、なんかおかしいな、この人。まったくたちの悪い女だよ。何言ってんの？見えないのか？ほら、後ろに立ってる。え？
そんなのいないじゃん。いるよ。ガキには見えないんだ。なんて言ったって俺が殺したんだからな。え？包丁振り回してきたから奪い取ってぶっすりだ。え？もちろん正当防衛だよ。じゃあこの間の天井からぶらりって何よ？別件？ああ、あの女の子とか別件。ああ、ほっといてくれよ。女なんてどうでもいいんだ。とにかく今は真相回転だからな。先行投資は必要だ。ああ、これで終わり？話終わり？真相回転だからな。ああ、終わりか。じゃあ表出るか。別件なんだ。全然聞こえてないみたい。いや、変な人だよね、この人。女立ってたりしないよな。泣くよ、俺。帰ろう、帰ろう。早く帰ろう。どこだっけ？こっちか。一旦表に出よう。開かないパチンコ屋の噂。金髪の兄さんにおばさんたちの話、それから警察の人の態度、これらを総合すると、あながちゃんの店長の妄想ってわけでもなさそうかな。幽霊のこと？ううん、あのパチンコ屋絡みで自殺した人がいるってこと。これ実際にあった事件だよ。じゃあもう気が済んだだろ。首突っ込むのやめようよ。でもあの店長は毎日何をしているんだろう。本気でお店開くつもりかな。きっとそうだよ。そういう人に一言頑張ってねって励ましに行くの悪いことかな。そんなつもりあるの？あ、今の言葉傷ついた。で、これでもう一回入りたいんだけど。あ、でも更新できたな。わー、間に合わんか。間に合わないか。結構きついな、これ。6月13日土曜日。はい、今日は京都で、サンゴで、おトイレ軍団のお話を聞きに行きましょう。やっとるかい？いきなり降ってくるんだもん、やんなるよね。けど酒井ちっとも濡れてないじゃん。それがね、通りがかりのバス停にちょうど傘がかけてあってさ。嘘、ラッキー。酒井って本当についてるよね。けどさ、その傘、委員長が言ってた呪われた傘だったらどうする？何、呪われた傘？ユーリー、それマジで言ってんの？ははそんなわけないじゃん。それにしても砂川ってほんとムカつくよね。見え見えの作り話で傘泥棒はやめましょうって。私ら小学生かっていうの。精神年齢的にはあんまり変わらない気がするけどな。で、これで話しかける。いいよ。小学生、下手するといいかかもね。はい、無視。対戦ありがとうございました。めっちゃ笑ってる。多勢に無勢の相手に喧嘩を売るのはすごいよな、サンゴ。で、砂川と喋りたいんだけど。ああ、これだよな、砂川って多分。もう、しょうがないな。あ、喋らせて。いいよ。ちょっといい？何、平内さん。ねえ、委員長、呪われた傘って何それ？忙しいんだけど。委員長が作った噂なんでしょ？結構自分で言って恥ずかしかったとか？酒井さんたちどうせそのことで何か言ってたんでしょ？別にいいよ。あの人たちには何にも期待してないから。傘泥棒は校内でも深刻な問題だからね。そうじゃないの？本当にそういう話があるの？呪われた黄色い傘。私小さい頃聞いて本当に怖かったんだから。まあそういうことにしとくわ。でもこれな、肝心なこと何も聞けてなくない？黄色い傘の噂を入手した。悪いことしたらお化けが来るだって。委員長ってほんと真面目なご家庭で育ったのね。うくす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 。私ちょっと忙しいから。いやでもなんかどうなんだろうね。なんか別に家が真面目だろうが不真面目だろうが、真面目な人は真面目だし、不真面目な人は不真面目だよな。はい、ということで、開かないパチンコ屋の噂を終わらせたいんだけど、今日で終わらせれるかな。
昨日行きたいとこまで行けなかった感あるんだよな。どうせ私には人の心なんてかけらもありませんよーだ。そんなこと言ってないよ。しょうがないだろう、親の育て方が悪いんだもん。分かったよ、行くよ。じゃあ今度は3人で行こう。一人で行くとあの店長のペースに巻き込まれるから。オッケー。じゃあこれで黄色い傘の噂はまあとりあえず後回しでいいかな。なので奈緒、今回は奈緒くんで行きましょう。でパチ屋に来たわけだけど、3人で奥まで行くとなんか奈緒が文句言っとるな。結局いつもこうなんだまあ巻き込まれ体質ではあるよね、間違いなく奈緒は。で、あ、いるね。おや、もう客か。新装開店は明日なのにな。明日開店するんですか？なんだ、こないだのガキか。やれやれ、客じゃないのか。あ、開店おめでとうございます。ああ、受け取っとく。しかし、ようやくこぎつけたよ。あの女の件以来、ひどくてな。いやー、参ったね。客は減るし、バイトはやめてくし。ああ、そう、あの女は灯油をかぶってな。別件？また？黒焦げになったんだが、いまだに店に来るんだよ。しつこい女だよ。だけど聞いてくれよ。最高の客引きアイディアが浮かんだんだ。アイディア？そうだ。その名も幽霊パーラー。な、いいだろ？これからの季節にはぴったりだ。新装開店だからな、先行投資は必要だ。ああ、これで終わりか。何？おかしな人だよね、この人。行かれてるよな、ちょっと。持ちよっか。で、これで更新されてる？あ、更新されてるね。開かないパチンコ屋の噂。よかったね、明日開店するって。なあ、あんた本気で思ってんの？ちょっと変わってたけど、すごい真剣だったし。そういう問題じゃなくてさ、幽霊パーラーってお化け屋敷でも回転するわけ？だからそれはきっと今晩きれいにするんだよ。そんなことできるわけ？まあいいや、明日になればわかるよ。はい、でこれでまた明日にまで引っ張るんだけど、じゃあ黄色い傘の噂いくか。なお、知ってた？黄色い置き傘は呪われた傘なんだってよ。そういう話を聞いても、そうやって人の傘持ってきちゃうんだ。どこにあったのそれ？急に降ってくる雨がいけないの。それにこれ、きっと卒業生の忘れ物だよ。薄汚れて隅っこに置かれてて、とにかくちょっと拝借しただけだって。なら学校に返しておこうよ、もう雨やんだんだからさ。っていうかこんなのゴミでしょ。傘ってほんと捨てづらいよな。ゴミボックスに捨ててあげた方が親切じゃない？傘は燃えないから赤いゴミボックスが食べるのよ。パクパク、くるみがやってあげる。ダメ、あんた捨てる前に絶対なんか恥ずかしいことやるんだから。なんやかんや仲良しだな、この3人は。あ、まだ噂がある。くるみにも傘貸してくれよ。ダメ。なんで？刺して歩くに決まってるから。傘は刺すものなのね。なんで刺しちゃダメなの？今雨降ってないでしょ。お母さんだな。じゃあ、はい、学校の前に来たんだけど、この辺で調べればいいのか。あら、どうすればいいんだ。ああ、調べれた。ここメロスくくりつけちゃった。傘を置いてくる。おい。これでいいのか？いや、なんかフラグ管理が急に忙しくなった気がするんだけど。なんすか？なんだ？校内に入る必要なくない？ああ、ここにちゃんと置くのか？持ち主が濡れて帰ったりしてなきゃいいけど、黄色い傘ありませんでした、今。大丈夫？ああ、これでいいのか。とりあえずこれで今日は終わりかな。更新されたりしてる？
内容。更新されてる。おう、フラグ管理が忙しくてさ、頭がパニクる。なおってさ、ほんと几帳面だよね。嫌味なくらい。サンゴが人の傘持ってきちゃうから悪いんだよ。まあとにかくいいことをした後は気持ちいいね。でもちょっとまだ気になるよ。ねえサンゴ、あの傘誰のだったんだろう。まあ明日雨が降れば持ち主が持って帰るかもだよ。気にすんなって。くるみ傘さすのね、黄色い傘。天気予報聞いてからね。ああこれで終わりか。とりあえず明日にならないとダメなんだな。オッケー。6月14日日曜日。誰見ようかな。今回は、ちょっとくるみばっか行き過ぎたから、たまにはなおあたり行っとくか。なおくんの日曜日を見よう。何してんだろうな、なおくん。初めてのレベルじゃない？数回見たか見てないかぐらいだよな。はい、おはよう。下になんかいない？気のせい？今日は日曜日か。もう何が起こってもおかしくないと思ってるからな。昨日は何とか何事もなかったけど。何？吹奏楽とか入ってんの？なお。なんだ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 ？色恋か今のは。ムカつくな。あはは、で、ここに来るわけだ。じゃあ、開かないパチンコ屋の噂。今日も忙しいぞ。あの変な店長によれば、今日がいわゆる新装開店のはずだよね。ねえサンゴ、見に行こうよ。そのつもりだけど、なんかね、気が進まないの。なんで？じゃあ黄色い傘の噂は後でいっか、後にしよっか。じゃあ先に今回はくるみであれを終わらせよう。よいしょっと、ほい。パチンコ屋の噂の話を終わらせよう。行ってきます。オープンしとるかい？してませんね。してませんね。オープンしませんね。なんでや？シャッター閉まってるのね。で？なんで閉まっとんねん。あれ？開いてない。え？開いてないの？結局どうなったので、開かないパチンコ屋の噂。いつになったら開くのかな、あのパチンコ屋。開くわけないでしょ。やっぱりあの人変だったのかな。きっと何かやってるよ。そんな雰囲気あったけどね。口では強がってても実際相当ひどいことしてたみたいだし。いやでももう呪い殺されてもおかしくないよな、この町だったら。両親の呵責？まあそうだね。それってやっぱり幽霊の呪い、世間一般ではそういうのかもね。でもサンは幽霊なんか信じないよね。うん、だっているわけないもん。開かないパチンコ屋の放送を解決した。これは解決したうちに入るのかな。はい、じゃあ黄色い傘の噂いくか。忙しいな。ねえナオくん、今日も雨降ってくるかな。夜半から降るってさ、梅雨だもん、しょうがないよ。あんまり雨降らないけどね。じゃあナオくん家の前の傘持って。何の話それ。どこ行こうって言った？だって、昨日の同じのが置いてあったよ、ナオくん家の壁んとこ。くるみは見たもん。ナオの壁？ナオんちの壁で、これでナオんちに行けばいいんだけど。じゃあ行ってくるね、ナオんちまで。ナオんちの壁に傘？あ、これか傘。なんで赤いんですか？これのことだよね。傘を開く。やんない。開くけども。はい、開いてみたものの、これ呪われるのはくるみなのでは。あれれ、は、え、雨。はは、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 返して。すいません、返します。それは私の傘、返して。返します。どうぞ。起きてよだれ出た。やっぱり
盗んだのはあなたね。あんた誰？あの男の何？もうこんなんばっかだよ。返しなさいよ。返します。ごめんなさい。はい、お返し。そういえば住むと思ってるの？これも地上しかもつれてねえよ、この町。泥棒。全部台無し。全部台無しよ。雨は嫌い。こんなんばっかだよ。昨日パーマかけたばっかりだったのに。もうさらにくるんくるんでしょ。ヌバックなのよ、この靴。びしょ濡れ、もう台無し。バスは待ってくれなかったわ。タクシーも止まらない。回せる。それにあの男も、みんな大嫌い。はあ、そうですか。はい、すいません、ごめんなさい。返します。何でもします。あのね、くるみも雨は嫌い。メロスの散歩がダメになっちゃうから。毎日してるよ。でもそれ以外の雨は好き。傘も好き。ちっちゃいカタツムリも好き。お天気も好き。竹彦先生も好き。コウ君も好き。メロ君も、メロスも好き。サンゴちゃんもナオ君もみんな。あ、ナオ君のこと好きなの？大好き。ナオ今もう飛び上がってるでしょ。飛び跳ねてるでしょ。イヤホーってなってるよ。私だってあいつが好きだったの。返してよ、私の傘。返します。何でもします。何でもするんで、許してください。何でもお返ししますよ。もう、傘と言わず。あれ？ここどこ？あれ？さっきからここにいた？まあいいけど、雨降ってないよ。あ、何？このおじさん、今のこのおじさんが言ってたの？このおじさんの後ろにクルミがいきなりワープしてきたってことなのかな？くるみも帰ろっと。いやー、たまにこういう怖いのあるよな。てか、ほどいいんだよな、このゲームの怖さ。ずっと俺が耐えられる怖さ。あー、これで終わりなのか。ただいま。おやすみなさい。さあ、読み込みが入りました。さあ、来ますよ。進化してる？進化はしてないな。終わり？前と一緒だな、これは。あ、よかった。